何気に撮った。こんにちは。本日から3日間、三和商事株式会社では地域防災エキスポに出展しています。今回の大きなテーマは大切な人の命を守るということで、自主防災組織のお手伝いができるよう三和の防災サポートを紹介しています。特にその中でも防災出張販売課、こちらの現在を紹介しています。その一環として、そうなんですよね。じゃあ着実に、なるほどね。通常だとポリタンクとかそういう形で持つものが多いと思います、ね。はい、まあ、それでちょっとあの重さはあるんで、これからなんですけども、ちょっとあのまたあの柔道の帯、三角形だとか、これが病院でね、飛行機だとか、これで、輪っかを作って、で、次の時に燃え結びを覚えてもらいます。ここを通して、終わった瞬間にもうちょっといいですか。こういうのちょこっと勉強すると、さっき言った巻き結びだとか、あとテントを張ると、今は巻きもこんなことで、テントを張ったりするときにすごく役立つし、まあ、防災かなんかで雨に濡れなくていいとき、こういう言わし方たくさんあるんで。災害時に使うというよりも、普段に使えて、災害時にも使えるケース、これ大事に持ってください。お着物とか自分で着たこと、帯とか締めたり、帯締めの結び方、本結びって言われてますけど、結び方ですよね。紐口の蝶々のないやつです。ですから、紐口って書いて蝶々作って結ぶ、結びのやつです。それを簡単に、普通に、小林さん、ちょっとパンフレット。今すごい大事なのあげるよ。こういうファイルをやっぱり地域で定期的にやってもらえるっていうのは、やっぱり1回ではどうしても感覚はすぐついてきてしまうので、定期的にやって教えていただくっていうのはすごいこう体にいいですね。